チュアーストップガンチャンネルのみっちゃんです。今日は黄金肉和型のあらーをやりたいと思います。何今の？猛烈カンフーです。猛烈カンフー、猛烈カンプーです。猛烈カンプー、猛烈カンプー、猛烈カンプー、黄金肉和型をやりたいと思います。中国4000年じゃん。歴史は古いよ。これ猛烈カンプーです。モーレンカンプはね、顎の発達が悪いのであんまりはっきりしてません。あ、そうなの、うん、黄金肉型のモーレンカンプってやつ。そうそう。あんまり見ないけどね。うん、そう。いや、スマトラのやつで、うん、結構ね、入荷はしてるんだけど、うん、まあ、うちの店はあんまり仕入れしない。へぇ、これどうしたの？これはね、友人からもらいました。あ、そうなんだ。うん、友人からもらって、うん、まあ、成虫まで一巡やって、うん、それで終わればいいかな。あ、そうだね。もう当てきたと思う。まあ、そのままもったいないもんね。そうそう。それまあタランドスやってるから、うん、タランドスメインで今やってるから、うん、ある程度瓦の菌床も使ってるから、まあそうか。まあこいつらもお供してれば、うん、そいつらの。なるほどね。うん、まあスケさんとカクさんです。いやいやオスメスだけど。あ、そっか。お銀さんついてきちゃった。お銀、うん。あの一番視聴率が上がる。そうそうそう。ニューヨークシーン。ニューヨークに出かけてます。いやいやそういうニューヨークじゃないでしょ。よし。そんな感じです。そして。うん。黄金にってね2回特集されてて、こっちに黄金に特集ってやつと、 これタランドスのまた写真テカテカしてかっこいいっすか。いや本当に。でもタランドスと黄金にの特集、結局瓦菌種を使って、うん、産卵も近くて虫の形態も近いので、うん、特集は一緒になってるよね、うん、まあ禁煙的な感じ。そうだね、もう全然違う地域で特化しただけで、うん、まあ多分原種は一緒だったんじゃないかなって感じだよね、うんうん、そんな感じで、うん、これちょっとね、何種類か分かれてるんだ。虫の種類みたいの書いてある。今ね、いろいろ分かれてきちゃってるけどね、また。この後にタイのやつも発見されたりしてるから。うん、うん。ね。あ、これは何？これがモーレンカンプ。うん。まあ、フルストルファーってやつが一番この顎の発達しないんだけど、うん、うん。顎の発達しづらいグループ、2つは。あ、そうなんだ。そしてこれ裏いくよ。で、これモセリ。うん、でけえ、うん、モセリって歯が長いさ、うん、これマレーシアのやつね、うん、で、この後ろこれババ、ババってよく聞かない？なんか聞くね。ババとかジジイとかみんな言ってるじゃん。問題になってるもんね、うん、ババ高齢者が社会先生、そういうんじゃない。ババさんっていう人が見っけて名前つけたから、うん、ババ黄金にって言われてんだけど、うん、このババがやっぱこれ歯も長いし胴体も大きくなるので、うん、一応これが 大人気。それがモーレンカンプのグループなの全部。そう、これね、学名のとこの2つ目のとこ見ると、うん、モーレンカンプって大体全部書いてある。大体じゃない、全部書いてある。大体全部違うのもあったよって言ったら、ここモーレンカンプって書いてあるでしょ。あ、ほんとだね。このモーレンカンプの次がモセリとかババとかで分かれてる、うんうんうん、で、このババが最大亜種さ、このグループのモーレンカンプの最大亜種がババで、ババだから人気なんだね。うん、で、全部こいつらのこれが原種で、そうそう、これ原種っていうか原名亜種って言って、一番最初にこれが、うん、発見された、うん、これをモーレンカンプの一番ベースとしますみたいな。うん、うん、なるほどね、うん、それ下に詳細の名前をまた付けていくっていう、うん、でこれがホームベースで、あとは全部一流二流って感じ。ちょっと待って、ちょっと違う、うん、まあいいや、そういう、うん、そういうふうに考えても、うん、で、うん、まあこれのシークレコード、ちょっといつもこのシークレコードの本、うん、これです。69モーレンカンプ63。あ、ちっちゃ。これボルネオのフルストルファーってやつね。55ってコクワじゃん、もう、ね、でモセリ77。これも、これはね、結構昔自分はやったさ。あ、そうなんだ。で、まあバーバも何回かやったことあるけど、いまいち伸びなかった。テクニックがないから。で、ババは83。でけえね、うん、80はすごいね。うん、ババね、失敗してもね、60代が出るから。そうなんだ。だからみんな気持ちが許せるじゃない。うん、まあそうだ ね。これだって真剣にやってもさ、うん、58とかさ、55とかさ、そんなのいっぱい出るから。そうなんだ、うん、へえ。それじゃあこれも、これの最大値よりも低いわけだ。うん、だからババが人気なんだね。ババ人気、うん、失敗してもなんかモセリぐらいのやつが出るから。うん、まあババとローゼンが一番効く気がするね。ローゼンはね、もう全く一緒じゃない、別種。え、そうなの、うん、どう違うの？ローゼンはもう歯の形が違うから。そうなんだ。それで光沢も全然違う。ここ1ページ目、ローゼンベルグってのがあります。うん、ね、ローゼンベルグ黄金クワガタっていうのはジャワ島のクワガタです。ローゼン、うん、うーん、ローゼン。ここの顎をよく見て、
先っちょがね、三つ股みたいに分かれてるさ。三つなの？うん。あ、ほんとだ。そしたらこの裏行くで。うん。ここにローゼンとモセリとかの違いが書いてある。あー、なんか歯がさ。うん。ここがこう、鍵っ子みたいにへこんでるさ。あ、三段目のある位置が全然違うんだ。うん。あと太さも全然違うね、ここに。違う違う。これが、え、何？モーレンと、うん。ローゼンって全然違う種類なの、うん、全然違う種類だね。あ、そうなんだ。なんか黄金に黄金にして一緒にしてるけど、うん、もう飼育の仕方も違う。あ、そうなの、うん、ローゼンはすごいシビアで、うん、温度変化に弱いさ。へー、こっちはもうちょっと漠然と変える。そうなんだ、うん、それこの形が出るか出ないかちょっとこれでやってみたい。え、この何これ、モーレンカンプでもこうなるの？モーレンカンプね、ここの長さは短いけど、うん、大型個体になるとこうなる、ここの。そうなんだ、うん、じゃあ それがついてるのを一応出して、うん、一応完結したい。なるほどね、うん、出たぜーってやりたい最終回みたいな、うん、まあそれでやっと、うん、次はババとかに乗り換えて、次は、うん、ババは行かないと思う。ほんと？タイの方の亜種の方を、あー、なんか新しく発見されたやつ、うん、そうそう、やりたいって。それも友人が増やしてるもんで、うん、人頼みじゃん。そうそうそう、でその子がすごいやってるからさ。あ、そうなんだ。できればね、友達のとこから入れたいから。うん、なるほどね、うん、今 SSP つって亜種にしてるけど、七種亜種みたいになってるけど、うん、これからババにしちゃうのか、なんか名前がついて別の、うん、ババのなんかね、地域特化型になっちゃうのか、ちょっとはっきりしないわ。これからの話だと思う。バワになるのかジジイになるのか。まあジジイだと思います。では黄金のサンランセットを組みたいと思います。喋りが変になってきました。ダンディーみっちゃんです。知ってそれどうでもいいんだけどね。今日はこれ普通の埋め込み用の、うん、まあ、白っぽいマットです、うん、そして重要なのはこれ。これなんでしょう。あれ今日材使うの？今日は材使うの珍しいね。珍しいね、うん、最近ずっとあれだっか、マットを固めてばっかいて。え、ああそうか、うん、それもあるし。これはね、うん、あの人工瓦材って言って、うん、あの椎茸オダギのを一回金殺して、うん、それに棒金でまた瓦の金賞ってやつで巻いて。人工瓦材じゃなくね、食金瓦材。あ、食金瓦材だ。人工瓦材ってか、大体人工じゃん、全部売ってるもん。そうそう、食金瓦材って食品瓦材は、こういう椎茸のホタギあるじゃないですか、うん、普通は産卵木ってこういうやつ、うん、まあ大桑とか使うやつ、ね、これを一回菌を殺してしまって加熱処理して殺すんですよ、うん、これ加熱処理して殺したら、うん、またこの瓦の菌床で巻いて、うん、まあ、そういうのを食菌って言うんだよね、菌でこうやるやつは。あ、そうなんだ、うん、それで食品瓦材って言われたもんです。なるほどね。で瓦の産卵木として作ったもの。うん、うん、あれ、瓦のボトルで産卵もさせられるの？させられるけど、今回はこれでちょっとやってみようかなって、うん、どっちの方がいいとかはある？んーね、うまく反応すれば、うん、瓦のボトルの方が結構もう楽だと思う。手に入りやすいからって？うん、そういうことじゃなくて、うん、産卵したものが確認できないから。ああ、そうか、うん、材だと見えないもんね。そう、材はもうだから侵入して、うん、3週間から1ヶ月したら割り出して、うん、まあ、メスがまあ出ちゃってればもうそのまま餌食わしといて割っちゃうか。うん、まあボトルしかも放置できる。うん、そう、ボトルは幼虫になってもメスだけ取り出せばそれを餌にできるから、うん、うん、こっちの場合はもう取り出して様子見るしかないから。うん、うん、ただもうあれだよね、うん、前もなんかタランドスの時言ったけどさ、うん、ボトルの状態を見極められないと産卵させられないみたいな。そう、まあでもこれもそういう、それは一緒。あ、そうなんだ。うん、それでね、必要なアイテムはじゃあこれを何するかっていうと、うん、何です、針、うん、これは、うん、まあ千枚同士みたいな、ドライバー型の千枚同士みたいな、うん、何に使うかっていうと、これを刺してみます。これ、うん、あ、結構刺さるね、うん、こういう刺さるやつを使って産卵させます、うん、え、何刺さるやつって柔らかいやつですか？そう、中がね、結局こういう材ってそのままだと朽ちてないじゃん、ちゃんと、うん、まあ朽ちてるんだけどまだ硬さがあるじゃん、うん、まだ芯が残ってるというか、押してこう先っぽが刺さるようなのを奥は使うけど、うん、タランドスとかこう黄金にはみんな侵入してくさ、うん、瓦でやるやつらは、うん、ここに例えば穴開けて中へ侵入して中側に卵を産む、うん、
そうなんだ、うん、これなんかねボトルの中で散乱させるのも一緒の原理さ、うんうん、穴開けて突っ込んでいくとその中をかき回して産んでいくじゃん、うんうんうん、これも同じことをするさ、うん、だから皮はそのまま残しといて穴開けといてやるとそこから入ってって卵を、じゃあ柔らかい方がいいってことその場合は、そう中はいや朽ちてた方がいい、うん、なるほどね、うん、そうでこっちも刺してみるとこっちはちょっと硬い、あ本当だ、うん、全然違うね、うん、ちょっと本当に押し込まないと入んないさ、うん、でこっち側が柔らかいからこっちを使います、全然違う ね、うん、ね、なるほどね、でこっち側を使うつもりで一応これは用意しました、なるほど、でうちの場合は優しいからやっこいグッドとか書いてあって、グッドとか書いてあって、うん、グッドって書いてあると大桑系のものに使えて、やっこいって書いてあるやつはタランドスとか、あじゃあ一応検品してあるんだね、全部全部検品して売ってます、うん、で何用が欲しいって言われるともうそれ用のものを送ったりします、おーすごい、ちゃんとお店の宣伝もしていくスタイル、あー当たり前ですで使うのはこれ、うん、そしてこれ、まあ、これはこれを切って分けるためのもの、うんうん、まあこれは髪の毛切ったりするやつねいやそれいらない、うん、いやいいんじゃない、でこれゼリーいつもと違って今日はこれはあれだね、みんなよく使ってるなんかプロゼリーってやつかな、うん、うん、KB ファームさんのやつです、あ、そうなんだ、うん、なんかね、タランドス統合はね、これは一体調子いい、うん、これ食うとなんかめっちゃ元気、種類によってやっぱ違うの、種類によって違うね、そうなんだ、うん、それとちょっとね、柔らかすぎてかき出しちゃうもんで、それもちょっと難点あるけど、あやっぱこれは食いが良くて、うん、あの2つの系統はこれでなんかパワーのよ、じゃあ黄金タラは、うん、KB ファームさんの、うん、そのゼリーがいい、それお世話になってます、僕は、うん、なるほどね、そうです、じゃあ一応セットを作りたいと思います、そしてこれを使います、じゃあこの袋を開けてこれを2つを1つにしたいです、2つを1つにするってやばい、違うか、どうやって1つじゃなくて2つに分けたいと思います、1つを使いたいよね、1つ使いたいです、プリキュアみたいになってる、2つで1つみたいな私たち2人で1人、初代プリキュアかな、うん、え、そんなこと言ってた、分かんない、うん、とりあえずこれ頭切ります、二人はプリキュア的なね、おぉいつもながらすごい切れるあ、すげえ甘いいい香り、カロいい香りっていう人あんまいないけどね、ツンツンとするとかよくみんな言ってる、うん、こういうあっこいってのがこっちだからこっちを使います、これで真っ二つに切ります、いやすごい、あ、皮取れた、ほんとミスった、ああミスった、まあこれで大人になったんじゃない、皮が取れて、皮のね、ここのとこに産みやすいから、あ、そうなの、皮つけときたいさ、あ、そうか、あのボトルの表面で産む的な感じで、そういう感じ、失敗しましたちょっとこれはこれ使います、これ使います、そうか、ボトルの表面に産む的な感じで、そうそうそう、皮がついてると、うん、残しといてやんないとダメさ、うん、貫通しちゃうんだね、うん、こうそこの壁面に産んでくれるさ、重く、うん、だなるべく皮残しといてやって、なるほどね、うん、いいとこ行き過ぎちゃった、さっきスポンと、うんうん、すごい、いつも皮むくのに皮をつけるってね、新しいね、ねおしゃれになった産卵僕が、うん、ほら可愛くなったよこれでだね、誕生日のプレゼントみたい、うん、これ穴開けなくても多分産むと思うけど、どっちのスタイルで行った方がいい、 うーん、どっちでもいいんじゃない、どっちのが早く産卵するの、一応休校する穴があった方が入りやすいっていう人もいるし、うん、このまんま一応俺は置いといてみようと思うさ、それでもそれで、うん、全くかじる様子がなかったら穴開けてみるよ、あーそれ面白いね、うん、1週間後ぐらい様子見て、そうか、潜り込まなかったら、まあ動画的にも穴開けはいつもやってるから、うん、逆にやってないパターンも面白いもん、うん、このまま置いてみます、
じゃあこれをとりあえず使います。変な格好になりました。プレゼントに最適な、うん、ちょっとね、紐長いからちょっと紐は切っとくね。よし、うんだらこれだけさ、紐取ってさ、バラしやすくね。あー確かにね、最初からもう、うん、あ、メータ卵取れてよし。でもカーラってすごいね。大桑も産卵させられるのに。そうだけどね、山にいる奥方は河原に産んでるから。ああそうか、うん、あとなんていうっけ、ま、あの河原以外と、河原とあとなんか霊子、霊子は産んでなくね、山では。うん、霊子はあんま山にないわな。うん、肉薄葉。ああ、肉薄葉か。うん、だけど肉薄葉使ったことないけど、うん、タランドスとかは主に使えないのかな。ああどうなんだろう。よし、こうです。うわ、素晴らしいセットテクニックあふれてる。どの辺でじゃあこういう感じで一応セットして、うん、こうです。餌はこれを使います。さっきのね、うん、クノキゼリはこうやります。これこう切ってもいいんだけど、うん、これはカッターの刃を新しくしてここ切ります。回してこれいきます。おお、これで餌は一応半分にできるので、うん、こうして、うん、ゼリースプリッター顔負けじゃん。ゼリースプリッターなんてもんじゃないよミツルスプリッターミツルって言っていいの。あ、みっちゃんかみっちゃんスパッと切れてます。もうみつるの部分はあの人みつるって言うんだっちゃういやいや、みっちゃんにしてくださいこれであとは、あ、メスもご飯食べた。のっけただけじゃない。いや、舐めてる。さすがプロゼリー食べてます。そしてこれもうお前も食べろ。とりあえず潜んなかったら穴開けてみます。うん、それでは。あ、待って、うん、なんかあるさ、うん、管理温度は何度ぐらいがいいの。ああ、全然そういうのやんなかったね。うん、これね、実際25度以上になると、うん、寿命もどんどん縮むので、うん、25度以下じゃなきゃダメさ。ローゼン浮かしてから。じゃあローゼンじゃねえか。これはモレンカンプ、これは天然なので、うん、天然って言っても向こうで養殖してたりもするしちょっとわかんないけどね。うん、そうか、うん、だから2ヶ月ぐらいで餌食べて、うん、それで3ヶ月ぐらいで取らないと、うん、あとヨレヨレになっちゃったような気がするな。ああそうなんだね、うん、で管理温度は何度ぐらい。管理温度は一応22ぐらいがいいと思います。なるほど、うん、22結構高い。うん、低め。低い、うん、そうなんだ、うん、25だとどうなる。25以上上げると弱っちゃうし、うん、寿命縮んじゃいます。そうなんだ。特にローゼンは25度以上だと、うん、もうお亡くなりになること多いです。そうなんだ、うん、卵は何度ぐらいがいいの。卵、恐ろしいおじさんがいて、うん、卵すげえ産んだって言って、うん、25度かけといたらポコポコ孵化したって言って。そうなの、うん、へえ、どういうことと思ったらさ、うん、25度以上だと死んじゃうのに、うん、25度かけてティッシュカップの上を置いといたら、うん、ポコ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 入るよって。へえ、ポップコーンじゃない。ちょっとそれもよくわかんないんだけど、一応22ぐらいでやっぱ管理して、うん、幼虫はちょっと低めの方がいいじゃないかな。20ぐらいで、うん、そうだね。それの方が大型狙いやすいと思う。そうか、うん、なるほどね、うん、大型って言ってもこの一番小さいやつそうだね、うん、まあモレンカンプだから2番目か。うん、まあ2番目だけど、うん、ババオゴーによりでかいの作りたいと。いや無理でしょほら最初から浮くなって、うん、それじゃああれだよ、幸運を祈ってください。グッドラック、グッドラック。ソロドボー。